俺は最強最悪の鬼武者だぜ。鬼ボーナス。行くぞ。行くぞ。いざ参る。鬼武者だぜ。俺は最強最悪の鬼武者だぜ。行くぜ。何があっても。裏切ったわけじゃねえよな。悪夢黎明。1596年6月29日、突如として天空に禍々しい輝きを放つ妖精が姿を現す。
時を同じく秀吉は幻魔宙を生み出す桜幻魔樹を京醍醐寺に集め醍醐の花見なる計画を企てる。秀吉の野望を阻止せんと鬼の力に導かれし者たちが立ち上がろうとしていた。誰かだ、左右だ。天空の妖精は輝きを増し、今何かが帯同しようとしている。妖精降臨まであと13日。Thank you.
たより言うのね。ブラスは活動開始するぞ。
ラッシュ。悪夢黎明ライダーだ。1996年6月29日、突如として天空にまがまがしい輝きを放つ妖精が姿を現す。ライダーだ。時を同じく左だ。幻魔宙を生み出す桜幻魔樹を今日第5次に集め、第五の花見なる計画を企てる。ライダだ。右だ。左だ。秀吉の野望を阻止。ライダだ。右だ。鬼の力に導かれし者たちが立ち上がろうとしていた。左だ。ライダだ。右だ。妖精は輝きを増し、今何かが帯同しようとしている。妖精降臨まであと13日。
んと秀吉の家臣である三成を討たんとする。石田三成、君主秀吉の家臣。丁寧な物腰の裏に冷酷非情がほの見える。君主秀吉の野望を知った天海とは幾度となくぶつかり合う。妖精降臨まであと12日。止めることなどできません。こんなもんで、ね、
最強最悪の鬼武者だぜ。鬼ボーナス。生き方は他人に委ねるもんじゃない。信じないかは。お初の涙。最強最悪の鬼武者だぜ。行くぜ。何があっても。悪夢黎明。1596年6月29日、突如として天空に禍々しい輝きを放つ妖精が姿を現す。時を同じく秀吉は幻魔中を生み出す桜、幻魔樹を京醍醐寺に集め、醍醐の花見なる計画を企て。右だ。
中だ、左だ。秀吉の野望を阻止せんと鬼の力に導かれし者たちが立ち上がろうとしていた。中だ。天空の妖精は輝き、左だ。今何かが帯同しようとしている。妖精降臨まであと13日。最悪の鬼武者だぜ。行くぜ。何があっても、ビッグボーナス。行かせてもらうぜ。
出せ。壮大な計画を知る。中だ、左だ、右だ、右だ、中だ、左だ。秀吉の家臣である三成を撃たんとする。石田三成、君主秀吉の家臣。丁寧な物腰の裏に冷酷非情がほの見える。君主秀吉の野望を知った天海とは幾度となくぶつかり合う。妖精降臨まであと12日。中だ、石田の言葉は合格に関係するでござる。
何を企む三成、まさか妖精を降臨させようと。まこと聡明であられる。止めることなぞできません。